海の近くのカフェで短期バイト。来週の金曜から泊まり込みなんだ。ああ、ちょうどいいや。俺も泊まりでバイト入ったから相談しようと思ってた。え、ジローがバイト？カモがどうしてもって言うから。ニコイチじゃん。しおりもいるんだよ。そっか、なるほどね。それが本命ってわけ。よかった。ねえ、寂しい？え、なんでだよ。桜坂さんいるし寂しくないか。寂しいって言って。 いやいや、つか何キレてんだ。降りろって。やだ、なんか悔しいもん。言うまで降りない。私が寂しいじゃん。